皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ウィリンポスト9/2021実況を始めていきたいと思います。現在2006年12月4週ですね、11億円所有しております。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、大阪生まれのフリフリミック中呪術をいただいております。噛むなこれな、ミック中呪術。これ関東では売ってるんですかね。サンガリアの商品なんですけど、関東では売ってるのかな。ね、関西では有名ですよね。さて皆さん、春天はどうでしたかね。ね、ワールドプレミア来たでしょ。ただ僕はね、馬券取っておりません。いやね、ディープボンド消してたんですよね。それでアリストテレスも消してたんでね。まあレース自体はそんな欲しくなかったですね。もうね、直線半ばにはこれ外れたなという感じでね、あまり盛り上がらなかったな。ね、頻繁に2区は買ってたんですけどね、1着3着5着ですかね。はいはい、所有馬の紹介いきましょう。あ、ウィポンね、ロースピードですけど始めていきたいと思いますね。まあゆっくりやっていきます。はい、ディアデラノビアね、香港トリプルクラウンを目指していきます。香港3冠ですね。はい、次走香港スチュワーズカップ、まあその次に香港ゴールドカップを予定しております。まあそれでアルディングボイスは引退やね。はい、まあそれでカホちゃんのね、お手間をもう年末なんで探しといてくださいというコメントがね、ひしかさんかな、ありまして、ちょっと忘れてたんでね、ありがたいコメントでしたね。まあそれでドリームジャーニーホップルステークスと、これね、ライバルにダイバースカーレットが出てくるんですよね。まあダイバースカーレット強敵だと思うんですけど、まあ投資追い切りみたいなね、したいですね。はい、絆コマンド使います。投資追い切りないんですよね今ね。はい、あるか、新商品やってもらおうかね。これで騎手との絆強だからさ、行くんじゃないの、投資満々にね。投資満々にしないとダイバースカーレットに勝てないと思うんでね。はい、 OK です。どうですか、どうですかね、なったでしょ。これでもう万全の状態でね、朝日杯と連投ですけど、やれるんじゃないかなっていう、期待ですね。武田のジョッキーですね、安城はね。はい、まあ、それでパチパチポンチしてますね。パチパチパンチは一生クラスと、まあ、スクリーンフィールドデビューですね。一応ね、国会ジョッキーカフちゃん予定してるんですけど、ちょっとこの馬もさ、絆コマンドで使いたいんだよね。なんだっけ、なんかあるでしょ、育成度アップのやつ。ただジョッキー、カホちゃんのカードはないんだよね。ということは使えないかな。まあやっていきましょう。はい、あ、それでね、東西馬、東西馬じゃないか、一歳馬か、一歳馬やね、一歳馬買いますね。何かしらね、カホちゃんのお手馬をね、作りたいなっていう、まあヨークですね。一歳ポルトフィーノあたりはね、まあちょっとね、いまいちだよね。はい、ちょっとお守りで検索していきます。なんかいませんかね、一歳馬で。まあ、安金の周りでもいいんだよね。ワンカラット、ワンカラットディープスカイおるね。ね、ディープスカイダービー馬だからね、まあそこまで強いイメージはないんだけど、ディープスカイ買うか、カフちゃん乗っける。まあちょっとお金の方もね、今少なくなってるんでね、どうしようかな。あ、キャプテントゥーレいますね。キャプテントゥーレ、サツキ商売だよね。ね、キャプテントゥーレ買おうか。まあ、ただ、お金が高いんでやめとこう。トールポピーも高いね。あ、オーケンブルースリーも1億2300万円と。あ、エスポ君が安いよ。いや、安いよじゃないよ。銀の守りだ、エスポ君ね。G1 勝ちまくると思うんで。このトランセンドとエスポ君はお買い得ですね。ね。ね。買おうか。どっちがいい、トランセンドとエスポワールシティ。まあエスポワールシティはね、佐藤鉄道ジョッキーで、トランセンドは藤田ジョッキーと。どうしようかな、似たような感じの馬なんでね。どっちが早熟でしたっけ、ちょっと名馬列伝で。あ、JPN1 9勝してるんやね。はい、まあ4歳児から10勝勝ち出すと。トランセンドはどうでした、これ。まあドバイで2着したよね、確かね。ビクトラピサが勝った時の2着はトランセントだよね。あ、もう3歳夏からね、無双する形なので、トランセントの方がいいか。ね。
ドバイかワールドカップ2着だよね。はい。ね、はい。買おう。これ買おう。うん。はい。銀の丸使う。うん。これ、カボちゃんに乗っけます。カボちゃんでもトランセンドぐらい乗ったら勝てるでしょう。ね。今買ったよね。ごめんなさいね。買ってますね。はい。まあ、それでこの一歳馬もね、すごい走馬なんで、カッパキさん、ミカさん、二重丸で、まあ、名前ね、ど根性ガエルにしてくださいっていうコメントあったんですけど、牝馬だからね、まあ、ど根性ガエルにしようか。ね。牝馬のど根性ガエル、まあ、ど根性ガエルひょっとしたら女の子かもしれないからね。わからないけど。男だよな、あれな。うん、まあ、行きましょう。はい、それでもうちょっと馬買っとこうか。ね。カフちゃんのためにちょっとね、馬を探していきます。まあ、金の守りはできるだけ使わないようにしてね、後々アーモンドアイを所有馬にする予定なんで、金の守り5枚で虹の守り1枚だよね。はい。まあ、なので、金の守り使わないで、さっき銀の守り使ったよね。まあ、銅でなんかいるかな。安い馬がいいんだよね。お金もちょっと貧弱なので、ね。もう1頭か2頭買いたいんだけど、まあ、1頭でいっか。ね、はい。ね、お守りでね、安い馬がいいね。安い馬なんかいない。ポルトマズルか、ルシュクル。このあたりは繁殖で活躍するのかな？どうですか？安い馬でね、なんか、走る馬いませんかね？ジョーカプチーノね、NHK マルカップ買った、まあアーネスリンの方がいいのかな？あ、ロジユニバースが6900万円なんだ。まあ、ロジユニバースは早熟になるのかな？ダービー以降は活躍しませんでしたもんね。ノリさんをね、ダービージョッキーにするために生まれた、それだけのために生まれた、ロジンユニバースね。うん、スマートファルコンもおるね。ね。このあたり、スマートファルコン、トランセンド、エスプラシー、ね、3頭、ライバルですよね。あ、当選冗談おるわ。当選冗談買いましょうか。長距離もちょっと鍛えていきたいな、というところなんで、当選冗談買います。うん、オッケー。これ、カフちゃん乗っけます。うん。あ、高いね。お金大丈夫かな、これ。大丈夫ですか、これ。金の守りなくなってしまいましたけど、8億大丈夫かな？まあ行きましょう。はい。もうやることないね。ね、投資を切りもしたし、やることないね。行きましょう。ネクソ。サクッとサクッとサクッと、タララ。さて、ホープルステークです。ドリームジャーニー。ライバルは、うん、ダバスカルト2番人気と。まあ、ベクトリーあたりもいるんですよね。サツキ賞がね。はい。あとは、ナムラマースも懐かしいね。うん。あ、当選キャプテンあたりはね、もう、下してきてる相手ですからね。北斗スルタンね。北斗スルタン期待したよね。菊花賞でしたっけ？ハルテンでしたっけ？マックイン3区でね。ハルテンだったっけ？なんか期待されてね。親子、だから、メジロアサマ？メジロチターン、メジロマックイン。まあ、それで、北斗スルタン、4代、ね、親子制覇でしたっけ？天皇賞。すごい期待したんですけど、まあ負けてしまいましたよね。うん、まあ行きましょうか。うん、まあ大事行きます。ダイバスカーレット前から行くものなんでね、粘ると思うんですけど、差し切れるかどうかね。来た来た、いけいけいけ、させいけいけ、ドリジャーいけ、ドリジャー投資追い切りしただろう。強いね、強いね、強い強い、させ届かない、くっそ。やっぱり強いはダイバスカルト。アンガスジョッキーですからね。やっぱ強いは。ね、審査記念ではアドバイオーラに負けてるんだけどね。ね、この頃からもうウィポでは強いんだね。はい。まあ一番審査ですね。ちょっと届かなかったかっていうね。うん、まあ仕方ねえ。うん。まあ連投っていうのもあって、体がね、ちょっとがれてたのかもしれません。うん。はい、ちょっとカホちゃんのね、成績を覗きましょうか。確か4勝ぐらいしてたと思うんですけど、ジョッキーはね、まあ、滝で豊かジョッキーですね、220勝と。ノリさん、福永祐一、エビ賞、柴田芳美、アンカツ、ね。はい、このあたりのメンツは、まあ、いつも通りと。カホちゃんはね、国会ですよね。4勝じゃなかったかな？ 4 勝じゃないの？いました、今ちょっと見逃してるかな。あ、いますね。はい、4勝だ。はい、112位と。まあ、これからなんでね、期待したいなって。4勝しかしないんだね。うん、
うん、名将サムソン、アドマイアメイン。日本ダービーか。ね。まさか名将サムソンがね、3冠をね、制するとはね。うん、まあね、シーズンも2冠馬ですけど、菊花賞は3着でしたっけ ?4 着?ちょっと覚えてないんですけど。うん。はい、表彰式行きましょう。今、調教師は誰が活躍してるんですかね。ね。ドリジャー采配取りましたね。うん。うん。騎手対象ですね。竹坂ジョッキーね。ディープインパクトがお手間なんで。凱旋門賞負けたんだよね、確かね。うん。まあ、それで引退ですかね。ね。あ、渋井さんですか。渋井さんってあんまり知らないんだけどね。うん。三上さんと覚えておきましょう。はい。あ、ポップロックと金切りを持ってると。うん。まあね、マルシさんと生産者は、やっぱり吉野さんと吉野、なんというか、正気、正気、わかりませんけど、はい。うん。ああ、でもね、取りましたね。表彰馬ね。なんか来るの?トロフィーはピロリンと来ないね。まあ、ディープインパクトでしょうね。名将サムソンよりも上回ったと。ね、名将サムソンも三冠制しただけに、まあ、接戦でしたね。うん。まあ、アメリカの方はね、何が今一番強いんですか?ソリッドセンス。うん。あ、ウィジャーボードあたりは芝で勝ってるんや。ウィジャーボード、欧州の馬だよね。うん。うん、ローヤーロン。この馬はあまり知らないですね。米国産カット。ラングフール、断軸系か。ね。まあ、ヨーロッパの方は、ハリケーンランか。ね。うん、それっぽいですね。まあ、ディラン・トーマスあたりもなんか覚えてるな。アイルランドダービーか。まあ、ハリケーン・ラーンですね。凱旋門賞ハリケーン・ラーン勝ったよね。うん。はい。なるほど。何がなるほどなんだよ。よくなるほどって、相づち打つ人いますけど、本当に分かってんのかよ、みたいなね。うん、自分でやります。さて、引退しますね。アルリン・ボイス引退ですね。はい。よく頑張ってくれました。繁殖入りはできるのかな?どうですか?そういえば繁殖牝馬いっぱいだけど、あ、いけるね。確かにね。広げたよね。大きくなったよね。ね。はい。ディアデラはこれからですね。うん。まあ、シボバはね、ラストタイクンあたりが引退ですか。ね。うん。まあ、行きましょう。うん。まあ、繁殖牝馬入りですね。期待ですね。言葉は何か生むのかな?どうですかね?うん。あ、ディープインパクト1500万円と。これからもっと上がるのかな?どうですか?ハーツクライ。まあ、ハーツクライも大成功ですよね。うん。うん。まあ、行きましょう。あ、ディープのシンジケートは欲しいけれども。うん。うん。ディープインパクトのね、不景を広げていくっていう、フォースインパクト。ま、ごめんなさい、出てこないよ。ダブルインパクトじゃなくて、セカンドインパクト、サードインパクト、フォースインパクトって繋げていくっていうね、昔よくやってましたけど、お笑い芸人がね、同じことを話してたんで、みんな考えること一緒だなと思ったりしてね。ま、ディープ1株買っとくか。お金7億円か、ちょっとやべえな。ま、1株買います。はい。まあ、繁殖牝馬ちょっと買えねえな、これ。どうしよう。ちょっとお金ないんだけど、安馬買うか。ね。安馬買います。エタン系、ゴーンウエストってミスプロだよね。はい。これ買っとこうか。ね。芝馬やね。はい。うん。まあ、これ買いましょう。安いからね。まあ、コメントで。うん。うん。買いましょう。マンノウォーとかイケーやからね。うん。あ、ストームキャット。この辺りはシーツバーなんやね。シーツバーね、お守り使ってもいいんだけど。うん、めんどくさいっていうのもあるしね。あ、ミスプロ結構いっぱいいるね。あ、キングマンボウの肌ですよ。これ買いましょうよ。ヨーロッパの馬かな。ね、芝馬で。フランスの馬だね。うん。まあ、買いましょう。はい。うん。OK です。はい。
うん、まあ、外国の馬はね、買えません。はい。うん、繁殖馬は売りません。脂肪はね、これね、オーブエンブレムを種付けさせてね、5位以内でしたね、3位以内。入ったらなんか、勝負に勝てるっていう、イベントだったんですけど、全然やってませんね。まあ、いっか。まあ、いいでしょう。あ、ジョッキーもね、藤岡幸太くんがデビューですね。浜中すぐるジョッキーもね、ね。あれ？俺勘違いした。あ、俺、一歳馬買ってなかった。失敗したな。トサイバー買ってた。ちょっとね、せっかく石川さんに教えていただいたのに、ちょっと凡ミスしてしまいましたね。一歳馬じゃなかったんだ、買った馬。全然見てなかった。自分で言っときながら、見てなかった。失敗した。一歳馬一頭しかないわ。もうどんどん進めていきましょう。はい。まあ、ど根性ガールでいくか。はい。女版ど根性ガールね。ど根性ガール、うん。まあいいでしょう。まあ、これも期待ですからね。まあ、カホちゃん乗っけてもいいんだけど、どれぐらい走るか、森さんのとこ入れましょうね。はい。これは走ると思います。失敗したね。うん。さて、ドルミジャーニーはね、放牧出しましょうか。うん。あ、ただ、これから能力がね、衰えてるっていうか、ね、ちょっと落ちるんですかね、一旦ね、鍋底になって。うん。まあ、放牧です。はい。ダイバースカーレット、ライバルですか。まあ、強敵ですね。うん。うん。トーマくんが小学校に入学したわね、と。はい。あの子は勉強やらせた方がいいんじゃないの？勉強向きの顔してるけどね。ジョッキーになるのかな？ねえ。これからどんどん変わってくるのかな？小学生の、小1なんだね、まだね。あ、勉強ダメなんだ。勉強できそうだけどね。運動の方がいいんだ。ねえ。それならばですよ。それならば運動に全振りしましょうよ。ねえ。うん。まあ、これでいいでしょう。はい。うん。運動向きじゃなさそうな感じもするけど。うん。さて、伊坂さんですね。はい。何でしょう。ああ、藤岡ジョッキーね。うん。藤岡ジョッキー、まあ、春天僕は期待してたんですけどね。ちょっと、後ろの前には展開が向かなかったのかな。ね。もうちょっとね、ね、うん、やれるんじゃないかなと思ってたんですけどね。うん。ね、藤岡兄って言ったらね、やっぱりスーパーホーネットですよね。うん。なんでしょう。うん。そうやな。せやで。ほんませやで。ほんませやな。せやせや。うん、せやせや。うん。ほんませやで。あ、須田隆夫さんですか。はい。うん。なるほど。なるほど。お、すごい。俺の馬だよ、それ。ねえ、女版ど根性ガエル。うん。はい。ああ、G1 制覇できるぐらいの馬なんだね。ねえ、期待ですね。はい。うん。まあ、楽しみですね。うん。ちょっと、一歳馬、当歳馬買ってしまったんだね。所有ヨークで。あ、二頭とも当歳馬買っちゃったんだ。失敗したね。ねえ。自分で言っときながら確認しなかったっていう、ちょっと恥ずかしいですね。ねえ、全然、CG を変えてるのかな。はい。ちょっと一旦聞きます。はい、行きましょう。まあ、それでね、なんだっけ。カード使えないですよね。騎乗くんちは使える？騎乗くんちは一歳馬か。ねえ。あ、9月1週から11月4週のみ使用できると。まあ、騎手との絆で、新馬追い切りはできないよね。できないよね、これ。できるの。あ、できませんね。はい。それならば、ジョッキーを変えた方がいいのか。うん。うん。それならばね。
まあ、スクリーンヒーローね、バントへの間なんで、育成度をどんどん上げていくっていうのは、まあいいと思うんだよね。そっか、竹田ジョッキー暗状になってるので、いきなり変わってるね。ね、竹田ジョッキーのカードあったっけ？ありましたっけ？ちょっとごめんなさい、下ってね。はい。ジョッキーで、騎士との絆はないんだよね。うん。まあ、暗状の教えがあるけど、これはやっぱりシンバー追い切りでやった方がいいよね。うん。まあ、それならば、ね、C ジョッキーか、田辺ジョッキーに乗ってもらおう。うん。まあ、C ジョッキーいますね。C ジョッキーお願いします。まあ、それでカード使いましょうか。さて、使いましょう。シンバー追い切りですね。まあ、これで育成度が上がると思うんでね。はい、育成度重要って聞いてますんで。うん、いいでしょう。OK。まあ、初戦勝てるでしょ。晩成でもさすがに初戦勝てると思うんで。わかりませんけど。うん、行きましょう。ディアデラノベアの状態はいいですね。はい。順調に来てると。さて。さて、1月2週ですね。スクリーンヒーローがデビューです。うん。まあ、調子はまだ上がりきってませんけど、まあ、疲労がね、まあ、溜まるんで、ね、成長効果、だから、レース後もちゃんと、フォーク出しちゃいかんね。はい。行きましょう。うん。さて、3歳新馬、スクリーンヒーローですね。うん。まあ、C ジョッキーが乗ってくれるんで、1番人気ですね。2番人気が、スイートペラ。うん。シーツ馬はいませんかね。うん。まあ、やってくれるでしょう。大丈夫ですよ。さあ直線に入りました。まあ楽勝ですね。もっと待とう。粘ってくれて待ってくれ、うん、力が違うね。力が違いますね。モールスのお父さんだからね、この馬スクリーンヒーローは、ね、スクリーンヒーローこの馬で決まりか、うん、まあ、クラシック先生に乗ってくる可能性もあるんですかね。ね、まあ、今年のダービー馬なんだっけディープ名称サムソンの次は、あ、そうか、ウォッカだね。ウォッカだ。うん。ウォッカには勝てねえよ。まあ、この土だから結構レベル高かったんだね。うん。ねえ。ボバはちょっとだらしないなと思ってたんだけど、結構スクリーンヒーローとかね、いたんやね。うん。ねえ、ドリジームジャーニーとかね。うん、まあ、C ジョッキー出演にしますけど、この後はちょっと、カフちゃん乗ってもらおうか。ねえ。うん。はい。よし。さて、1月3週ですね。香港三冠戦、香港シュワーズカップとディアデラドベア、C ジョッキー。状態は順調ですね。OK。うん。はい、フリゼット系と。レールリンク。おー、ね、レールリンクは、うん。まあ、凱旋門賞勝ったよね、確かね。うん。はい。はい、スクリーンヒーローですね。まあ、ちょっと、まあ、ジョッキー変えるわ。まあ、カホちゃんにしてね。うん。OK です。あ、これで変えたらいかんかったね。まあ、500万からやっていきたいね。24は持ちますよね、もちろんね。ユリカモメ賞使います。まあ、それでカホちゃんに変えの、ね。主戦もちょっと変えとこうか。まあ、これからね、ただね、万世の馬だからね、伸びあぐねる可能性もあるんだけど、どうですかね、条件戦からね、しっかり上り詰めていきたいなと。まあ、国会カホちゃんでいきまーす。OK です。さて、不良ババですよ。香港シュワーズカップね。どうでしょうか。不良ババはちょっと心配な。切れる馬だけにね、ちょっとババが絞るのは良くないのかなっていう。どうでしたっけね。あ、ブリッシュラックがいるの。あ、1番人気ですね。はい。2番人気が、あ、ブリッシュラックね。3番人気コナースキッパー。ブリッシュラックちょっと強敵かもしれませんね。ね、日本の馬場で、ね、安田記念で構想した馬ですよね。行きましょう。ちょっと強敵かもしれません。マイル戦だからね、勝てないんじゃないかな、これ。不良馬場で。うん。ちょっと取れないような気がするわ。ね、さっさっさっさ、いけいけいけ。ちょっと不良馬場っていうのがついてないな。いけいけ、伸びてきた、伸びてきた、いけ、さっ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 さ。さて、いけるいける、さあさあさあ、ちょっと伸びない伸びない、伸びろ伸びろ伸びろ、ディアズラディアズラ、いけいけ、ダメだ、伸びないわ、やっぱりブリッシュラック強いわ。2着か、届け届け届かない、うん、まあ、いい勝負しましたけどね。
あ、グレッシュダックじゃないんだ。ミュージックイベンターか。いやー、しょっぱなから三冠取れないとはね、せめて両馬場でやらせたかった。うん、馬場かな。ウリオババとは運がないなっていう。まあまあまあ、これで香港参加は取りに行かなくていいね。ね、はい、まあ、次出します香港戦ね。それでオーストラリア行かせたいなっていう。はい、パチパチパンチのスピード F なんですね。うん、ちょっとこれはひどいなっていう。まあパワーがあるのかもしれないのでね、ダートはでもダメと。うん、ちょっと苦しいかもしれませんね。まあちょっと状態落ちたんで報告出しました。ちょっと期待薄かもしれません。うん、さて、何でしょう。子供が生まれたのかな。どうですかね。うん、そうですか。ね。名前何にしましょうかね。男の子だったら甲子園。女の子だったらウイコかな。ウイポってつけてましたけど、ウイコの方がいいかな。ね。はい。ウイコ。うん。それで、男の子だったら甲子園。行きましょう、ネクソ。さて、ゆりかめめ賞ですね。国会かほちゃんが乗ってくれます。期待ですね。はい、ライバルはアドマイヤプライズ、エルプライド。エルプライドってシーズンバカン、ジャガーメルおるよ。ジャガーメル勝てないんじゃないかな。大丈夫ですかね。うん、さて、ゆりかめめ賞です。スクリーンヒーロー、うん、行きましょう。5番人気だと、1番人気エルアンティエナ、2番人気がキルデアプラビア、3番人気エルプライド。ジャガーメールもね、8番人気なんですね。はい。さて、行きましょうか。うん。まあ、先行馬なんですね。うん。先行馬ね、カオちゃん、追い込むのが得意だからね。行きましょう。大ですよ。うん。4コーナーカーブ。さて、ね、500万だから頑張ってほしいね。いけ、さあ、手応えある手応えある。首の低いフォームで。頑張れ、抜き出たね。抜き出たね。セット取ったか。粘ってくれ、粘ってくれ。いい手応え、いい手応え。させ。抜けろ、抜けろ。カオちゃん、いけ。カオちゃん、いけ。ジャガーメールか、あれ。ジャガーメル、さすエルアンティエナ。うわ、まあぼちぼち行きましょう。万世だからまだこんなもんですよね。クラシック乗らなくてもいいんで、カフちゃんと共に、ね、成長していければいいんじゃないかなっていう。ただね、あの千個馬なんだね。うん、あ、吉住先生にやられたね。あ、ジャガーメルあたりは7着惨敗と。うん、精神面がヒューバー、そうですかね。ええ、さて、2月3週、ディアデラノビラですね。ここは勝ちたいところですね。はい。1008だっけ。あ、2000メートルやね。2000メートルの方がいいんじゃないかなっていう。うん。はい、香港ゴールドカップですね。うん、曇りと、リョババやね。はい。1番人気と、さっき負けた相手はミュージックインベーター、3番人気と。はい。2番人気はベンジャンス・オブレイン。まあ、これ、リョババだったら勝てるんじゃないのね、さっきはちょっと不運だったような気がします。いきましょう。大事ですよ。さて、両馬なら突き抜けるはずだね。突き抜けてきたでしょ。させミュージックメーター強い。させる、両馬だったらさせるんだよね。粘ってくれ、ちょっと外から来てるよ。粘ってくれね。 G1 勝ちやね。はい、ポンポン勝ちました。やりました。はい、うん、ねえ、ディアデラノビアだったら香港オーストラリア勝てるね。見事な競馬、うん。まあ、この後日本に帰ってきてちょっと報告出してオーストラリア行かせましょうかね。うん、オーストラリアやれるでしょ。 G14 勝も見えてきましたね。2勝目でしたっけね。見えてきたなっていう。うん、いやー、さっきのレース両馬場だったらね、勝ったんじゃないかなっていう。うん、なんでしょう。はい、はい、うん、うん、うん。まあ、シージョッキーもね、香港には実績があるジョッキーでしたからね。ね、ただシージョッキーはオーストラリア、ごめんなさい、ヨーロッパ遠征とかアメリカ遠征とかあまり記憶にないけどね。うん、あ、ランク上がりましたね。はい、ランク5。うん、ねえ、今日5月5日ですからね。ランク5、555。うん、うん、まあいい感じですね。まあ、今作はね、できればエンディングは見たいかな。10万ポイントね。2020は見れませんでしたからね。うん、はい、何くれるの。
あ、そういえば新たな出会いスペシャル使ってなかったので使いましょうか。誰と仲良くなろうかな。誰と仲良くなろうかな。誰がいいですかね。知人じゃない、馬主か。はい。まあ、使いましょう。2枚あるからね。はい。やっぱりジョッキーかな。ねえ、岩田パイセンもなんか今、なんか問題あるのかな？どうなんですかね？藤田ジョッキーがいろいろ言ってるっぽいですね。ちょっと全くわからないんだけど、僕もね、ちょっと、あまりね、知ってもしゃあないような話題かなと思うんで、誰かいませんか？あ、北村雄一ジョッキーね。ちょっともうちょっと、有名だ、ごめんなさい。北村雄一ジョッキーが言う、もう一流ジョッキーだからね。ごめんなさいね。はい。アンカスさんいますね。アンカスさん仲良くなろう。この当時はやっぱりペーペーだからね。北村雄一もね。あ、北村雄一ジョッキーもなんか落馬してしまったそうだね。ね。ちょっとクロノジェンスね。どうなるんですかね。誰が乗るのかな。さて、ディアデルノビは放牧出したいんですけど、まあ、大阪杯はさすがに、大阪杯は名将サブソンが出てくるのかな。どっち出てくるんですかね。ね、ハルテンか大阪杯かね、両方出るのかな。まあ、オーストラリア行かせたいと思います。まあ、3月、4月に結構あるんでね。まあ、ドバイはちょっときついですよ、やっぱり。まあ、この辺り取りに行こうよ。ね、クイーン・オブ・ザ・ターフ・ステークス。この辺りは楽勝でしょ、ヒンバ。クイーン・エリザベス行こうよ、思い切って。2億円取りに行こうよ。お金稼ぎに行かないとね、今。まあ、クリーンエリザベス目標にして、2億円だからね。あともう1レースぐらいあるかな。あ、1400メートルあるね。まあ、賞金が安いからね。賞金の方もちょっと考えていかないといけないので、お金をね、ガッポガッポ手に入れないといけないので、ね、クリーンエリザベス2世カップね、ブリッシュラッカー。ブリッシュジャック下してる相手だからもう思い切っていく？チャンピオンズマイルの方がいい。チャンピオンズマイルの方がレベル高いかな。思い切って国レベル2世カップ行かせましょうよ。香港のね。この2戦使おう。まあ、それで放牧、まあ2週間でいいですかね。行きましょう。はい、楽しみです。なんでしょう、伊坂さん。浅草キングスが一番人気と。ねえ。なんでしょう、ライブコンサート。おお、懐かしいな、子供ね。ライブコンサート、マイラーじゃありませんでしたっけ。ねえ、シグスピールの子供なんだね。へえ、覚えてなかった。なんでしょう、牧場の丘まで散歩しましょう。風が気持ちいいわね。時が経つのは早いものね。いよいよもういいですね、ごめんなさい。はい、トーマか。トーマくんね、ジョッキーに仕立て上げたいなっていう。ね、メガネしたジョッキーっていないじゃん。メガネできないよね、ジョッキーで。ジョッキーの方はメガネの方いないと思うんだけど、目悪い方はいないのかな。ね、コンタクトレンズ。どうなんですかね。目悪いと、ジョッキーになれないのかな、ひょっとしたらね。トーマくんなれないんじゃないの。さて、3月2週ですね、ドリームジャーニーのディープインパクト記念、弥生賞と。最近は弥生賞って言わないの。ディープインパクト記念っていうのはどっちかな。弥生賞って言いますかね。どっちですかね。まあ、ドリジャーがね、あのゴールデンダリア、タスカートソルテ、ジャガーメール、まあ、このあたりだったら勝てるのかな。サンライズマックス、まあ、結構強いところ集まりましたけどね。さて、弥生賞ですね、ドリームジャーニーと1番人気ね、1枠1番ね、下回ってねえな。2番人気ゴールデンダリア、3番人気ウィンズランバー。まあ、勝たないといけない相手ですね。まあ、大好きます。晴れるよ、馬場ですね。4コーナーをカーブして、さて、早くも先頭。追い込むばかり早くも先頭。粘ってくれ、粘ってくれ。これ、完勝ですね。まあ、これ、ねえ、サツキ賞取りに行きましょうよ。ね、サツキ賞は勝ったのは、誰かね、サツキを取れるんじゃないですか、この感じならね。まあ、サツキを持っていきますね。はい、期待しましょう。満場が竹田がジョッキーがね、引き続き騎乗してくれるならチャンスは大ありじゃないですかね。いいですね。いいですね。あ、キズナレベルアップと。はい、さすがですね。ね、
もちろんサスクショいたします。さて衣装クラスね、パチパチパンチとスクリーンヒーローですね。これ同じレースではないです。はい、まあそれでそうか、カオちゃん乗ってくれないんだ。両方ともカオちゃんにしたつもりだったのに、ちょっとパチパチパンチを振ってしまったと。今回カオちゃんがね、そんなことあるんですか。まあ、熊沢ジョッキーね、お願いします。まあそれでスクリーンヒーローはね、丸戦ですけど、まあ勝たないといけないレースですね。うん、さてパチパチパンチですね。はい、距離は 2000m と距離は大丈夫だと思うんですけど、ちょっと厳しいかな。まあ、ネクトで行くわ。はい、あ、2着と、まあ頑張りましたね。はい、まあ、パチパチパンチはもうネクストで、まあ、レース見ないでいきますね。はい、期待できないと思うので。さてスクリーンヒーローですね。ちょっと小雨のリョババとおばにき、まあ、カオちゃんが乗ってるんでね、人気ないと思うんですけど、昭和モダンあたりもいますね。はい、まあ、一番人気アブソリュート、アブソリュートもね、私立馬なんで、うん、アブソリュートは強敵かもしれません。マイラーじゃなかった、アブソリュートって。ギムレットの子供だったっけ、違うかな。むしろ大丈夫、違うかもしれません。ごめんなさい、なんか勘違いしてるかもしれない。うん、4コーナーカーブからスクリーンヒーロー行け、させさせ、先頭立った、カブちゃん行け、カブちゃん追え。ちょっと内から何来てるの、内から来てるよ。外の方がババがいいのか悪いのか、いいのか悪いのか、どっち。させさせ、カブちゃん行け、カブちゃん、よし、先頭だ、スクリーンヒーロー、なんとかね、アブソリュートにスリックアップとね。アブソリュートってカツアルジョッキーが乗ってた馬だっけ、違いましたっけね。なんとなく覚えてるんだけど、ちょっと週末がちょっと覚え出せないな。うん、まあいい競馬でしたね。なアブソリュート強敵だと思うんで、よく勝ったなっていう。うん、まあ青葉賞あたり狙いに行きましょうよね。ひょっとしたらダービー乗ってくるかもしれませんよ。うん、さてスクリーンヒーローね、サスキ賞になってるんですけど、ちょっと放牧出した方がいいかな。それでまあ青葉賞行くかすれば距離は持ちますよね。うん、まあ、ジャパンカップ勝ち馬だからね、東京 2400m はぴったりだろうし、ね、思い切って網走を行かせてね、まあ、それでちょっと放牧出します。まあ、2週間でいいですかね。楽しみですね。カブちゃんでダービー出たいなっていう。うん、まあ、ダービー勝つことはないと思いますけどね、ダービー出たいなっていう。何かしらカードは使っておいた方がいいかなね。うん、特に使うカードはない。まあ、この辺りを使いたいと思うんだけど、なんかいるかな。いないね。これもいない。うん、スピードを上げたいところなんですけど、健康向上とか県警検定、いない。いないね。まあ、ちょっと、有効を深めるでも使っとく？アンカツジョッキーとね。うん、やっぱりアンカツジョッキーと仲良くね、なりたいところですからね。うん、はい、ジョッキーはね、ナインの無印ではね、カード使わないとなくなれなかったんですけど、2020からね、今まで通りのウィップと同じようにね、簡単に仲良くなれるようになったんでね、はい、有効深めるのカードはあまり必要ないなと思うんですけど、行きましょう、ネクソ。さて、ヨークが誕生しました。うん、どうですか、どうですか。うん、おー、いいね、キャピタルフェイザー、牝馬か。あのネオストームね、はい、うん、あ、これもミカさん20丸ですね。はい、ラムタラの子供と、あ、イトイーマー出ましたね、スペシャルウィークの牝馬ね。はい、これ期待です。はい、4月1週ですね、クイーンエリザベスステークス。これね、賞金高いですから、お金ね、ちょっと持ってきてほしいな。お金だやね、今ね、まずお金を貯めないといけないので、賞金をね、稼いでほしいなっていう。うん、まあ、2レースともね、これレベルの高いというか賞金高いので取りに行きましょう。うん、はい、何でしょう、皐月賞ね。うん、あ、なんかカードくれるの、ありがとうございます。このカードあまりね、使ったことないんですけどね、余勢株を譲ってもらうと。うん、使ったことないな。うん、トーマくんがあまり勉強に集中できていないそうなんです。勉強する意味が分かんないんだもん。頭良さそうに見えて頭悪いんやね、お前ね。うん、家庭教師、あ、須田孝さんは東大生でしたっけね。ああ、すごいね、ね。はい、今回ね、皐月賞までやりましょうかね。
ペショーンね、クソ。まあ、その前にね、オーストラリアだもんね。これ大きいレースですから、楽しみですね。うん。まあ、クイーンエリザベス・ステークスと。うん。あ、一番人気ですね。一枠一番どうですかね。二番人気が、原田さん。原田さん。ね、原田さんと言ったら、日本の原田さんと言ったら、スキージャンプの原田さんだよね。ねえ。すごい記憶に残ってますね。長野オリンピックとかね。うん。冬季オリンピックね。ふだきもう覚えてる方少ないのかなね。行きましょうか。うん。JPEG がライバルなんですかね。原田さんとかね、どうされてるんですかね、今ね。うん。まあ、台してきまーす。最終コーナーをさて、手応えある、手応えある。ちょっと、内でもがいてる。ちょっと苦しい。原田さん強いよ。原田さん強い。ちょっと全然伸びない。やっぱりレベル高いんだ、このレース。させさせ、ちょっと内でもがいてる。あ、全然伸びないわ。ねえ。内役ダメなの。そんなことないよね。強いね、原田さん。原田さん強いわ。ね、原田さんって、ね、どういう意味なの？見事な勝利です。ね、原田さん、こんな強いんや。ね、4着でした。はい。ちょっとやっぱね、賞金狙いに行ったんですけど、レベル高いね、本当ですね。うん、はい、4月3週、皐月賞ですね。ドリームジャーニーと。あの、お菓子をね、ウォッカ買ってましたね。まあ、ウォッカおそらくダービー出てくると思うんで、ダイマスカールとは何してるんですかね。はい。まあ、皐月賞、ライバルは、この皐月賞を買ったのは、何でした？あ、ビクトリーやね。ビクトリーが勝ったレースですね。ビクトリーなら勝てると思うんで、ね、フサイチ方が、まあ、若葉ステークス4着なんですね。フサイチ方がね、圧倒的一番人気だったと思うんですけど、ね、凡走しまして、3着でしたっけね。ダービーは惨敗でしたよね。ね、ジャンポケ3区のね、うん。トニービン系やるなっていうイメージでしたけどね、この頃はね。うん、まあ、ちょっと、投手用切りか、G1 馬の移行かなんか使いましょうか。ね。皐月賞ね、これ取りたいところですね。うん、一番速い馬が勝つ。小回りの 2000m ってね、相性抜群だと思うし、ドリームジャーニーは大阪杯とかね、走らせたかったですよね。大阪杯とか絶対ね、相性いいと思うんで、うん、ね、浅草キングスだったら負けないでしょうね。ただこの当時ね、リアルではね、あの、能力が落ちてたっていうか、状態が悪かったんで、状態悪かったのか、努力が足りなかったのか、よくわからないんだけどね。クラシックでは活躍できなかった馬なんですよね、ドリームジャーニーは。ね。まあ、ちょっと、何かしらカードを使いましょう。投資を切りか。なんかあります？うん。競争場である？あ、ジアバンの1個あるね。これ使いましょう。はい。まんまになったかな？どうですか？おーし、これでいきましょうよ。ね。うん。皐月賞ですね。曇り、リオババと。まあ、リオババの方がいいでしょうね。うん。まあ、2番人気、浅草キングス。3番人気が、ストリートタウソン。角馬ですかね。まあ、ビクトリーも人気ですと。うん。まあ、ちょっと、レースで見ようか、これ。ね。まあ、多く見ていきましょう。うん。まあ、レース行こう。うん。まあ、不採地方がね、この年は一番ボバで強いんじゃないかなと言われていて、まあ、ただダービーでね、すごい入れ込んでしまってね、うん、汗びっしょりでしたもんね、レース前なんでね。だからよく思うのが、ね、パドックでよく見せていてもね、あ、まあ、ダービーの時にパドックでよく見せていたかどうかちょっと記憶いないですけど、よくパドックでさ、悪くなくても、その後で色込んでしまってね、レース前に汗、ね、ダボダボかいてっていうのありますよね。うん、ね、直前で入れ込んでしまうみたいな。うん、そういうのはね、どうしようもない。だから、ダウンザキットもそんな感じだったんですかね、皐月賞はね。私、パドックでもね、ちょっと気負ってるかなっていう。イメージがあってね、そのあたりを、ね、読めるかどうか難しいですよね。行きましょう、はい。これ何が勝つかわからんね、正直。面白いんじゃないですか。ひょっとしたら史実通りビクトリーが勝つかもしれないし。うん、おい、おい。
おーね、作詞は前残りですからね。先週の桜花賞に続き前残りが穴になることは結構多いですよね。最も早い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。残るはスリートターンソン、枠入りを嫌っていました。これはもう消えたかなね。はい、スタートしました。スリートターンソン、案外シース馬じゃなくてね、格馬勝つかもしれないし、ね、前に行きそうです。確たる人気馬がいないので、まあドリームジャーニー人気ですけど、ね、リアルでは負けてるので、この辺りがどうなのか。先手を取りました。これに続くのが浅草キング。あ、ビクトリー来ましたね。ちょっと引っかかってるのかなこれね、うん、ビクトリーも消えたかな。どうでしょうか、粘るのかなこれから。インゴットストーン、その後ろ、その横にナムラマース、すぐ後ろにね、内で溜めてるんですかね。中間点を通過、チェリーマーシャル、それに続きます。こういう競馬はね、一番人気だとなかなかできないと思うんですけどね。人気質ならできると思うんですけど、その外にアスカータソルテ、内で溜めるっていう競馬ね。並んで17番最地方を 1000m を通過、少々ハイペースという。福永ジョッキーもハルテンはね、まあ結構なんかばらけたんだよね、ペースが速くなって。あれがやっぱり有利に働いてるのかな、ね、シンガリからサンライズマックス。さあ先頭は依然として4番、まあ、スタミナ比べになって最後グイッとね伸びて、2番手は栄えオアシス、まあ、ディープボンドもね、僕はだから、まあ、フロックかなと思ってね、フリオババだった、フリオババだった、オモババだったけど、フロックかなと思ってたんでね、買わなかったんですけど、まあ、力つけたなって、いけ、させ、来た、一気に来た、これがドリームジャーニーの末足だ、完勝だ、完勝だ、よし、楽勝ですね、ね、ダービー行きましょうよ、ダービー行きましょうよ、これが本来の実力です、ドリームジャーニー。さあ、スキを取りました、やりました。まあ、ダービーではね、あのウォッカとガチンコですかね、はい、楽しみですね、ね、うん、ウォッカもね、2400m ギリギリじゃないんですかね、ね、25はね、あれだけ ね、惨敗してますからね、うん、やりました、はい、うん。あ、もちろんダービー向かいましょう。ね、サツキショーバーが、今日カミカミやね、ごめんなさい。サツキショーバーがやっぱりダービー向かないっていう手はないですよね。はい。フランスダービーとか合いそうな感じするけど。ちょっとヨーロッパきついか。ね。さて、4月4週ね、クイーンエリザベス2世カップね、これ期待ですね。パチパチパンチはどうかな。パチパチパンチ、カホちゃん乗ってくんないね。ササダジョッキー。うん、アドマイアムーンがおるね。強敵ですね。ドバイタフ50着に敗れてると。はい。まあ、楽しみです。うん。はい。ドリームジャーニー強かったね。まあ、ただね、ダービーはやっぱりヒンバーとウォッカーがいるからね。うん。おそらく出てくると思うんで、出てくるよね。間違いなく出てくるんで。うん。あ、虹もらえるね。もらっとこうか。ね、1枚買いに金の周り5枚になってるなと思って。なんでもらえたの？金の周り。ちょっとわからないんだけど。あ、これ虹いただいとこう。ね。うん。まあ、これでいいや。はい。うん。おお、森さんはやっぱ有能ですからね。うん。うん。はい。ちょっと他の中級生も仲良くなっとかないとね。ね。探しといた方がいいね。ね。うん。あのね。使っとくべきだったね。あの、名前が出てこないの。うん。はい。はい、あ、つてね、はい、つても読めなかったんだよね最初ね。ライン無印してつてって読むんですよみたいな教えていただいてね。それドリームジャーニー絶好調ね。ちょっと報告出した方がいいかもしれませんね、うん、はい、まあ、ゴールデンダリアには負けないでしょうね。はい、うん、なんでしょう、はい、うん、あ、スペシャル SP ね、はい、うん、うん、というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。